AD ワークスグループの高橋和樹です。1年半ぶりの35キロ競歩への挑戦となりますが、パリオリンピックの混合競歩リレーに向けて強化してきた、スピードを十分に発揮して派遣設定記録の突破と優勝を目指します。オリンピックで入賞を逃した悔しさを原動力に、もう一度世界への挑戦権を獲得できるよう精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。